夢なんかじゃないわよ。ヒカルさん。だってあなたをここまで運んだ疲労感は夢なんかじゃ片付けられませんからね。大変だったのよ。ミツたちが入り込んだ裏口から抜け出して、みんなの目をかいくぐってここまで運ぶの。それは、なんとお詫びしたらいいか。ずるいと思わない？ミツにはお姫様抱っこだったのに、私はあなたを担いでばかり。すみません。大体ね、神様がお力をお貸しくださらなかったらどうするつもりだったの？え？なんかだんだん腹が立ってきたわ。そもそもあやめは後先考えないで行動しすぎよ。あんな場所から飛び降りて人間が生きていられるはずないでしょ？わかる？あの、あやめは昔から目を離せない子だったものね。ほんと、あなたはあの頃と何も変わっていないわ。お恥ずかしい。何？いえ、ところで、ミツさんとアーリャはどちらに？二人ならもう返したわよ。あなたが目覚めるまで動かない気満々みたいだったから、苦労したわ。そうですか。ちなみに私たち、今日は学園でお泊まりよ。後でシャワー室を使うといいわ。宿泊の許可も先生からいただいているから。え、でも、もう体は大丈夫ですよ。そう。では、この疲れた中、あやめは寮でみんなから和訳茶にされるのがお好みと。とんだマゾヒストだわ。それはご遠慮したいです。お言葉に甘えます。よろしい。ねえ、あやめ。さっきの夢には私たちが出ていたの？なんでご存知なんですか？だって、名前呼んでくれていたもの。ねえ、どんな夢？私を思い出していたようで、端的に言えば人間の欲求は実に浅ましいものなのだなって。何よそれ。子供の頃なら欲求に素直な方が可愛いのよ、きっと。ヒカルさんのことではなく私のことです。それも子供の頃のことではなく今の自分。随分と難しいことを考えながら眠るのね、あやめは。それにあやめって欲望とかどこかに置き忘れてきているような顔してるけど。そんなことはありませんよ。でも、そうね。そういう話なら私も最近よく考えるわ。欲望って、で、一度芽生えると際限がなくて嫌になっちゃうって。ええ、それがなんだか恥ずかしくて。それでその心は？あやめの紅茶が飲みたい。甘いやつ。はい、承知しました。冗談だったのに。倒れたんだからちゃんと寝ててよ。もう平気です。ヒカルさんこそお疲れでしょうから、ゆっくりなさってください。ねえ、あやめ。もう少々お待ちください。今、蒸らしているところで。そうじゃないわ。欲望の話の続き。この前の返事、よかったら聞かせてくれない？この前、ですか？告白の返事よ。あの時はあなたがうやむやにしちゃったじゃない。え？ひょっとして忘れた？忘れるも何も
告白をしていただいたような覚えは。呆れた。今私は心の底から呆れているわ。女の子が振り絞ったなけなしの勇気を何だと思っているのかしら。あの念のために確認しておきたいのですが、告白とは何の告白でしょう。そんなもの愛の告白に決まっているでしょ。年頃の若い男と女が他にどんな告白をするっていうの。そうですね。すみません。思い出した。今何とおっしゃいました。乙女にそんなことを何度も言わせないの。そうではなくて、その年頃の若い男と女。ああ、そっか。あなたの中ではまだ隠していたことになっていたのね。気づかれておられたのですか。一体いつから。いつからも何も、私の知っている二見あやめは昔から男の子だったじゃない。まだ小さな頃だったけど、初恋の相手の性別くらいわかるわよ。蜜は騙せてもお姉さんは何でもお見通しなんですからね。どうして知っておられたのに私をこの学園に。なんで私が初恋の男の子を追い込まないといけないのよ。で、それにそんな格好までしてここに入学したってことは相当な理由があるってことでしょ。生徒会長だからってそんな人の邪魔を。ううん、生徒会長だからこそ応援しないといけないのよ。あなたは紛れもなくこの太陽の学園の生徒なんだから。そんな、私が横島な気持ちで入学してきたということだって考えられるじゃありませんか。そんなわけないでしょ。あなたは二見あやめなのよ。ずっと私のヒーローだったんだから。この前ここでちゃんと好きって言ったじゃない。ここって生徒会室でですか。あ、そうそう。ねえ、あやめ。はい。好きよ。私もですよ、ひかるさん。やっと思い出した。告白？まったく、呆れて物が言えないわ。あの時は、私もです。とか、心のこもってないはぐらかし方して、今は忘れているだなんて。一体どんな育て方をすればこんな子になってしまうのかしら。あんな、私はショートケーキが好きですみたいな気軽さでおっしゃるからです。仕方ないじゃない。だって昔も今も、私は自然にあやめのことを好きになっていたんだもの。それはとても嬉しく思いますが。
私も大好きです。そうでも、ヒカルさんはあまりいいご趣味とは言えませんね。あら、どうして？こんな姿を見れば、普通は100年の恋も冷めると思います。あら、意外と似合ってるわよ。焼けちゃうくらい。それにしてもよかった。この前告白しておいて。なぜですか？だって、吊り橋効果っていうの？今日告白したらそんな感じになるじゃない。私の初恋をあんなものと同列に語られてたまるもんですか。今もあまりおかわりはありませんね。おかしいわね。意味はわからないけど、なんだかバカにされている気がするわ。バカになどしていません。愛おしいと、そう思います。ああ、それより紅茶、大変なことになっちゃったわね。すぐに入れ直します。うん、お願いします。ヒカルさん、もしやお背中にお怪我を。ああ、これのこと？平気よ。私もこの制服の持ち主も怪我はしていなかったみたい。落下するときに引っ掛けてしまっただけでしょうね。そうですか。よかった。だから、これはあやめの制服。私のはそっち。どうしてそんなことに？それは当然でしょ。あなたは神様のお気に入りなの。今年のミュウにこんな衣装をいつまでも着させておくわけにはいかないわ。それは私の言葉です。大好きな女性に破れたものを着させたい男なんていません。あら、自分が理解できないからって他人の趣向を否定するのは良くないわ。今はそういうお話をしているわけではありません。いいからお脱ぎになってください。いやよ、せっかく着替えさせたのに。密には見せられないから苦労したのよ。あ、そうそう、あやめって脱ぐととてもセクシーな体なのね。お姉さんドキドキしちゃった。何のお話をしているんですか？いや、まったく、どうしてヒカルさんはそうなんですか？もっとご自身のことを第一に考えてください。その言葉はあやめに言われたくないわね。あやめ脱がれないのでしたら強制です。ちょっと。じっとなさってください。すぐに済みますから。ねえ、あやめ。はい、何でしょうか。あやめは結局どんなことを神様に願うのかしら。まだ何も決まったわけではありませんから。あら、今さらやっぱりやめただなんて、そんなの詐欺師のすることよ。神様はきっとあなたに惹かれてる。だからあなたはミュウに選ばれる。どうかなさいましたか？不思議ね。なんて声をかけてあげたらいいか、わか
ならなくなっちゃった。え？本当はね、おめでとうって言うつもりだった。けど、急に悔しくなって。やはりヒカルさんも、本気でミュウを目指されているんですね。違うわよ。そんなものに興味はない。私はきっと、神様に嫉妬してるだけ。神様に、ですか？だって、この世界で神様だけ、早めの願いを一つ叶えてくれるのよ。私にはできない、そんなことをしてあげられる神様に、私は多分嫉妬してる。ヒカルさん。そういえば、あやめは、どうして羽根さんに会いたいの？もしかして私、お邪魔なのかしら？違います。断じてそういったことではありません。じゃあ？お嬢様にいただいたご恩をお返ししたいのです。お嬢様にはたくさんのものをいただきました。そのすべてをだなんて無理でしょうが、少しだけでもお返しができたらと。それはミュウになることより難題ね。そうかもしれません。あの羽根さんが恩返しだなんてものを素直に受け取る姿が、私にはどうしても思い浮かばないわ。おっしゃる通りで。神様にお願いしてみたらどう？いけません。これは私が自分の力でするべきことです。ヒカルさん？どうしよう。私、羽根さんにも嫉妬しそう。この歳になって今更自分の浅ましさを大発見だなんて。ヒカルさん。ヒカルさん。何よ。笑えばいいじゃない。嬉しくて胸がいっぱいで。どんな笑顔を向ければいいかわかりません。一つ、ヒカルさんにお願いがあります。お願い？どんなことをお願いすればいいか、一緒に考えてはいただけませんか？何それ。そんなもの一人で考えなさい。即答ですか？困った子ね。欲がないのは、今日美徳でも何でもないわよ。そうだ、ヒカルさんの目を。それはダメよ。え？だって私、ミツと約束したもの。もう逃げないって。では、手術を。完治は難しいかもしれないけど、必ず良くなるそうだから。だから私のことはダメ。自分のことを考えなさい。今の私は幸せすぎて、これ以上何かを望むだなんて。罰当たりにも程がある気がするんですけど。じゃあその幸せを他の誰かに分けてあげればいいんじゃない？え？例えばミツとか、例えばアーリャとか。例えばヒカルさんにとかでしょうか。あら、私はもらえるものなら何でももらうお安い人間よ。夢が優しいものなら
ともあろうものが随分と情けない姿だと思うわよ。ヒカルさん、驚かさないでください。今日も大変だったみたいね。はい。この分だとあの子たちがここまでやってくるのもそう遠い未来じゃなさそうね。困りました。彼女たちの期待に応えればいいのよ。ミュウとして堂々と。堂々とですか。私にはきっとヒカルさんのようには振る舞えません。それじゃあ困るわよ。あなたはミュウでありそして次期生徒会長なのだから。あ、けど困ったわね。この分だと日暮れまでは逃がしてくれそうにないわ。生徒会室にまだお仕事が残ってたんだけど。すみません。うちには優秀でちょっと風変わりだけど優しい書記さんがいるし、後で俺。気持ちいい。ヒカルさんもお疲れのようですね。陽花がいなくなって仕事は倍になったし、それでもアーリャが手伝ってくれるようになったから。ヒカル、疲れてるのかい？って早めに心配されるくらいで済んでいるとは言えるわね。ヒカルさんの中では私はそういうキャラクターなのですか？ええ、願望。努力します。何でしょうか。お帰りなさい、あゆめ。はい。急にどうされたんですか。まだ言ってなかったなって気づいただけよ。二人きりになることもあったけど、あやめったらいつだって慌ただしかったし。そういえばヒカルさんからいただいた第一声は、あやめ紅茶入れてでしたね。ミュウ不在の学園を守った生徒会長にそれくらいのご褒美はあってもいいなって思っただけよ。誰もそのようなことは。むしろ安心しました。やっぱあやめは変わってるわね。これから糖分を過剰摂取するぞって宣言する会長に安心感を覚えるだなんて。そこではないんですけど。どうしてですか？だって怖いもの。いつも言ってるでしょ？私はいつだって臆病で、その上嫉妬深い嫌な女なんだから。実は私。聞こえない。だから、だよね。ありがとう。戻ってきてくれて。変わらないでいてくれてありがとう。はい、ヒカルさん。
様を聞いて神様はどんなお顔をしたのかしらね。それはきっと嫌な顔をなさったはずです。ひかりさん、これから私のいただいた幸せを皆様に分けしようと思うんです。それ私はいらないのよ。だって私一番いいのもらっちゃったもの。感謝しないといけないのね。はい、神様に。違うわ、あなたには。でもそうよね、あやめを返してくださった神様にも少しは感謝しないとね。少しですか。